皆さん、こんにちは。インスパイアネクタです。今日もユーストリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、ニュースなんですけど、世間で全然ニュースになってないニュースをですね、お話ししたいと思います。まずちょっとですね、その前にこちらからご覧いただきたいと思います。では、よろしくお願いします。はい、これ Yahoo のトップページなんですけど、皆さん Yahoo のトップページで普通ね、キーワード検索などしてサイトを見つけていくと思うんですが、私が必ずね、毎日やっている、行動パターンがありまして、それがですね、この右上にあるカテゴリー一覧っていうのを見るんですね。で、Yahoo には、Yahoo カテゴリーっていう、もともとは Yahoo のカテゴリーサービスが Yahoo の、最初のね、発端となったサービスなんですけど、ここの中をちょっとスクロールするとですね、右の方にこんなメニューがありまして、2016年6月8日、8の新しいサイトを追加っていうのがあるんですね。で、2016年6月7日、6の新しいカテゴリーを追加と。この、サイトとカテゴリーの追加っていうものを、いつもチェックしてるんですが、ここにですね、こんなのが出ていました。2016年6月8日、新着おすすめサイトのサービス終了っていうのが出てまして、なんだろうと思って、これをしますとですね、このようなものが出ていました。Yahoo カテゴリーの新着おすすめサイトにつきましては、サービスを終了いたしましたと、RSS 配信も終了しておりますので、購読されている方は受信設定を解除してください。長らくご利用いただき、誠にありがとうございました。今後は話題のカテゴリーをパワーアップし、世の中のトピックを取り上げていきますので、ぜひご利用くださいっていうふうに書かれています。で、ちょっとこれをですね、ちょっと具体的に見ますと、こういうふうになりました。はい、以前ですね、こちら、こういうふうになっていたんですね。ここに、新着おすすめサイトっていうサービスというか、まあコーナーがあったんですね。で、さっき出てきた話題のカテゴリーっていうのは、右側のこのメニューのとこにあったものがあるんですけど、これが2016年の6月8日を境に、この新着おすすめサイトっていうサービスを終了して、右のようなですね、話題のカテゴリーの部分が、このここにね、昇格してですね、新着おすすめサイトっていうのが消滅したということになります。で、代わりにこの右側の方には、広告がこういうふうに出たりですね、この、ここにもですね、広告が出ています。バナー広告と、キーワードの広告と、キーワードですね。テキストの広告が出てるわけなんですけど、じゃあなんでこれがね、ちょっと終了したか、新着おすすめサイトっていうサービスが終了したかっていうことを見ていきたいと思うんですけど、このですね、カテゴリー登録の URL、ちょっとコピーしまして、遡ってみましょう。アーカイブのサイトですね、こちらの方で URL を入れてですね、検索してみましょう。はい、そうするとですね、2016年の3月21日が一番最後に、キャッシュとして取られていますので、この3月21日のキャッシュを見てみましょうか。はい、こんな感じに出ます。ここにですね、新着おすすめサイトっていうのが出てきまして、例えばね、こんなのが出てますね。ゴーストバスターズの新作映画の予告編が YouTube で解禁。そして、筧美和子さんでしょうか。モデルタレントの、彼女が佐藤、沙織さんと読むんでしょうかね。食事をした際のツーショット写真を公開ということで、ツイッターが出ています。これもっと見ると動きますかね。もっと見る動かないか。このような形で YouTube と Twitter が出てるのがわかると思います。ではですね、戻りまして、3月の13日のを見てみます。はい、これ見てみますと、こんな結果が出てくるんですが、ここにですね、映画、4月は君の嘘というものの映像が公開されましたというものと、そして下にですね、七尾インスタグラム、モデルで女優の七尾が、大学生時代の写真を投稿と、前髪パッツンにした茶髪髪に反響がっていうのが出てますね。これが3月11日です。ではまた遡りまして、3月13日でしたね。遡りまして、3月3日のを見てみましょうか。はい、木村さん、
木村彩乃さんって読むんでしょうか、が、女優の木村彩乃さんが顔のアップ写真をインスタグラムに投稿というのが出てまして、下に、ミュージックビデオっていうのが出ています。ではもうちょっと遡ってますね。2月の29。はい、小籔さん、インスタグラムにテクノポットユニットの、テクノポップユニットのパフュームと、カズニョロポーズをした写真を公開。モリアンナ、インスタグラム、モデルで女優のモリアンナが女優の武井絵美さんですか、と、ドリンクを口にしているプライベートショットを公開っていうのが出てます。もうちょっと遡ってますね。もう皆さん気づきましたか ?2 月19日に戻ります。はい、ここに行きますと、こんなのが出てきます。あれ?なんでこれが出るの?これは Yahoo のトップページじゃないですか。なんでこれが出たんでしょうかね。あ、出ました。あれ?リダイレクトしちゃいますね。じゃあこれ、もうちょっと遡りまして、1月の18日見てみましょうか。はい。出ますかね。あ、またリダイレクトしちゃいましたね。では、もうちょっと戻りまして、17行ってみましょうか。はい、こちら、戸田恵梨香、インスタグラム、ガールズバンドのスキャンダル、女優のヒョンリラとの集合写真を投稿、七尾、モデル女優の七尾が関東エリアで放送している CM の映像を公開。もう皆さん分かりましたかね。もう一個ぐらい見ましょうか。1月16日付見てみましょうか。はい。あ、これ見たのかな。ごめんなさい。もう一個参りますね。1月13日見ますね。はい。読めません。女優の、なんとかさんが、インスタグラムで女子高校生の制服を着て、ドラマで共演中の遠藤敬一と撮ったツーショット写真を公開っていうのが出てます。このようにですね、新着おすすめサイトで出ているものは、最近ですね、ことごとくインスタグラムになっていたんですね。で、インスタグラムかツイッターになっていて、まあ要するにですね、おすすめサイトって言ってるんですが、実際にはおすすめサイトではなくて、おすすめ SNS アカウントの一投稿になっていたんですね。つまり、本当は、今話題のホームページとか、新しくね、できたホームページとかを紹介しなきゃいけないんだけど、そういったものがネタとして出てこなくて、そして、SNS の方が話題になってきたので、SNS の紹介になってしまったわけですね。ということはですね、今までは、新着おすすめサイトっていうのは、さっき紹介しましたように、Yahoo カテゴリーに新しく追加になるサイトの中でおすすめと言われるものが紹介されていたんですが、このようにですね、もう8つしかですね、新しいサイトが追加されていないんですね。で、この8つの中から1つですね、新着おすすめサイトを出すっていうのは、ちょっとですね、質がやっぱり問われますよね。ということで、もう新着おすすめサイトから出すのが無理になったので、どうしても今話題の SNS から持ってこようとすると、例えばね、今日も、ニュースになりましたけど、北川景子と、結婚した大吾がですね、インスタグラムを始めました、みたいに、新しくアカウントを取ったのを紹介するのはまだいいんですけど、一投稿を紹介しなきゃいけないようになってしまったということ。以前はですね、それでも、例えばアメブロの一記事とか、誰かがブログで、結婚を発表しましたとか、こんなニュースを発表しましたみたいなのが取り上げられていたんですけど、アメブロとかですね、ブログサービスが出ることがほとんどなくなりまして、このほとんどが SNS の投稿に変わっていったんですね。ではですね、ちょっと戻りまして、これ今2016年の数字になっているんですけど、これさらに戻りましてですね、2012年ぐらいとかまで遡ってみましょうか。
はい、2012年は、これ見てもわかりますけどね、なんかすごいスクロールされて、されてますが、例えばこの辺見ましょうか。2012年の3月28日ぐらいの見てました。そうすると、この時にはなかったのかな？ここにですね、話題のカテゴリーっていうのが出てるんですけど、新着おすすめサイトっていうコーナーはないですね。では、2013年ぐらい、見てみましょうか。いつぐらいからあったんでしょうかね。はい、7月ぐらい見てみましょうか。はい、ありました。7月23日に新着おすすめサイトっていうのがありましたね。では、2013年の1月1日ぐらいまで戻ってみましょうか。はい。ここはありません。で、新着おすすめサイトは右側の方にありますね。この辺に、あったんですね。そして2012年の方に行きますと、はい、この辺にしましょうか。はい、2011年の7月にも、この右側の方にありますね。ということは、すいません、さっきもあったんですね。2010年とかに遡ってみましても、この右側に新着おすすめサイトっていうのがあるんですけど、これ見てもらったらね、もうお分かりのように、この SNS が紹介されてるっていうのはないんですよね。ないですよね。これが2012年ぐらいになるとどうでしょうか。だいたい2011年ぐらいから SNS っていうのが普及してきているので、この辺のね、2012年ぐらいだとどんな感じでしょうかね。この日はちょうどないのかな。新着おすすめが今出てなかったですね。はい、この辺見てみましょうか。2012年の7月ぐらい見ていますが、ここには新着おすすめがないですね。出てないですね。じゃあ、12月ぐらい見てみましょうか。はい、ここにこんな感じでね、出てるのも、まだですね、普通のサイトが出てることが多い気がします。これが本当にですね、ここ最近なんですよね。2015年ぐらいにもなってきますと、はい。ここにですね、オフィシャルブログ。そうでしたね。2015年ぐらいはまだアメブロが出てるのが多かった気がするんですけど、今年に入ったら、もう極端にインスタグラムばっかりになってる気がね、私はしてるんですよね。あ、こうインスタグラムが出てきましたね。2015年の8月ぐらいになるとインスタグラムが出てきていますが、2015年の11月ぐらい今見ていますけど、はい、ここでまたね、ブログが出てきてますね。やっぱり去年から今年ぐらいにかけて一気に SNS になってきたということですね。はい、ということでですね、今日はですね、お伝えしたのは、まあ、誰も話題にしないので、かわいそうなんで僕が話題にしましたが、このようにですね、まあ、Yahoo カテゴリーとしても、SNS を紹介するっていうのは、本来、あまり望むべきことではないので、やっぱりね、カテゴリー登録サービスですから、カテゴリーね、ホームページが登録されなければ、やっぱ面白くないわけですよね。まあ、その辺もあって、今回ね、まあ、そもそも、カテゴリーなので、サイトよりはカテゴリーを重視しようということで、話題のカテゴリーだけが残ったのかもしれないですね。はい、ということで、今日はですね、2016年6月8日にサービスが終了しました、Yahoo カテゴリーの新着おすすめサイトについて、今日は解説していました。まあ、これはね、終わってしまうんですけど、僕ちょっとね、勘違いしていて、新着サイトの紹介がなくなるかなと思ってショックを受けていて、すごい長い記事を書いてたんですけど、それがおすすめサイトであるってことが分かって、ちょっと逆にまたそれでショックを受けてるんですけど、まあ、とりあえず良かったです。ということで、今日はですね、新着おすすめサイトのサービスを紹介しました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。